トーマス・シェクターは、南アフリカ生まれのレーシングドライバー。父親は1979年の F1、ワールドチャンピオンのジョディ・シェクター。おじは元 F1 ドライバーのヤン・シェクター。イギリス F3 選手権や、フォーミュラニスさんなどに参戦し、 そこでの実績が認められ2001年に F1 のジャガーレーシングのテストドライバーとなったが、レースに参戦するチャンスは巡ってこず、この年限りで F1 の世界から離れる。2002年からはインディカーシリーズに参戦を開始。2007年までの6年間フル参戦し、2勝を挙げる。シリーズランキングでは2003年にシリーズ7位となったのをはじめ、 2005年の9位、2006年と2007年に10位と4シーズンでトップ10を獲得。2008年はレギュラーシートを獲得することはできなかったが、インディ500など数レースにスポット参戦した。2009年以降はインディ500を含むシリーズ数戦に出場している。インディ500には2002年から8年連続で出場しているが、 2002年から2008年までの間は7年連続で予選グリッドはすべて4列目の10位から12位であった。決勝の最高位は2003年の4位。7回目にして初めてスポット参戦という形で参戦した2008年のレースでは一時3位を走行したがマシントラブルでリタイアとなった。2009年は22番手までのグリッドが確定する予選。 第二日目が終わってからの参戦であったため、予選は26位であったが、決勝は12位でフィニッシュした。その後、翌戦のミルウォーキーでは、カーナンバー23で参戦し、テキサス以降は、カーナンバー43で参戦することになった。また、2005年には、A1 グランプリの南アフリカ共和国代表として、第二戦と第三戦に参加している。第二戦のドイツ、 ユーロスピードウェイラウジッツのレースでは入賞できなかったが、第3戦ポルトガルのエストリル、サーキットスプリントレースにて10位に入賞し、南アフリカチームに1ポイントをもたらした。インディカーシリーズインディ500。ありがとうございます。